こんばんは。おはようございます。本日はですね、キャンプ第7回目かな ?7 回目ですね。前回、キャンプに行く予定がね、雨で諦めて川崎競馬場に行くことになりましたね。で、今回第7回目のキャンプなんですけれども、なんと、ほったらかしキャンプ場に行きます。ほったらかし温泉キャンプ場ですね。念願の。ただただ天気が悪いんですよ。すごいずっと梅雨抜けないですよね。7月の前半から中盤にかけて、一応明日の降水確率が 60% で、今日は今のところ降ってないんですよ。今日だったら本当に良かったんですけど、すごい人気で、ほったらかし温泉キャンプ場、あのね、3ヶ月先まで小屋付きサイトがいっぱいなんですよ。で、たまたま調べた日に今日が空いてて急いで予約しちゃった。だから初めてですね、キャンプ場を予約していくって。いつも当日に電話してたので楽しみー。じゃあ、まずですね、甲府ですね、甲府まで、甲府の近くまでで行って、車中泊して次の日に備えたいと思います。はい、でい。霧がやばい、前が見えない、全然見えませんよ。霧がすごい、霧、うわ、見えねえ、わあ、助けて。道の駅着きました。いやー、下道のドライブが楽しくて運転してたら朝になっちゃいましたね。はい、こんな感じで、そこまで広くないですね。ここで3時間ぐらい仮眠取ります。おやすみなさい。おはようございます。現在朝の9時ですね。2時間ぐらい眠れました。朝方ね、雨降ったので、これはもしやと思ったんですけど、一旦止んでくれました。ちなみに降水確率は 70% ですね、今日の。嫌な予感しかしないな。この後もう買い出しに行って、早めにほったらかし温泉に向かいたいと思いますね。はい、イオンタウンがあったのでイオンタウンで買い物をします。やっぱ山梨いいですね。甲府も久しぶりに来ましたけど、ドライブのしがいがある。ドライブしててさ、なんつーの、飽きない飽きない、全然飽きない。山梨に移住したいなと思うぐらい山梨好きかもしれない、私は。え、はい、ただいま買い物終わりました。100均と、スーパーマーケット行ったわけですけれども、今回は食料をスーパーで買ってないです。スーパーで買ったのは氷とお酒のみで、いつもですね、最近料理で時間がかかりすぎてゆっくりする暇がなかったので、今回はですね、あることを決めました。セブンイレブンで全てディナーを買う。というわけでセブンイレブンに向かいます。はい、セブンイレブン着きました。こちらでですね、前日軽く下見をしてるので、セブンイレブンにどんなものが売ってるかね、今日のディナー買い漁ってきます。楽しみ。はい、セブンで買い物終わりました。やっぱりね、美味しそうなつまみかな、メインになるものは結構少ないですけど多かったんで、だいぶ豪華なディナーになりそうですね。まあ、ただ今回限りかなっていう感じはします。ちょっと食べてみて、飽きはするだろうから、
今回限りかなとは思いますね。しかしセブンの、惣菜とかはね美味しいので楽しみですね。でもうすでに友人がほったらかし温泉についてるそうなので我々も向かってしまいます。楽しみだね。雨が降り出したよ。まあ雨降るだろうなとは思ってましたけど、せめて荷物を入れる前に、荷物を入れた後だ、荷物を入れた後に雨降ってきてほしかった。景色も見たかった。止まる雨、止んでくれ、止んでくれ。着いたけど時間が早いんでほったらかし温泉の方先行きますか。うわー結構人いるね。揺れる揺れる。出ましたほったらかし温泉。久しぶりに来ましたね。ただ入ったことないんですよ。あーこれゆるキャンで見た光景ですね。やっぱ空いてるな。雨がちょっと強くなってきましたね。下にあるのがこれ温泉なんですけど、露天風呂ね。この奥の景色が露天風呂から見えるそうです。ちょっと後でまたこっちに戻ってきて入ろうと思います。ゆるキャンで登場した温玉揚げ140円、安いですね。いただきます。食べてみたんですけどね、ほんと外がサクサク、中がふんわりジュワーと美味しいです。ちょっともう一口いただきます。うん、うまいわこれ。ほんとおすすめですね。ほったらかし温泉に来た際ぜひ食べてみてください。雨の音がやばい。売店でワインと日本酒を買いました。飲めるかな。雨がどんどん強くなってきてるんでチェックインしちゃいます。急げー。受付おしゃれ。お客さん、あ、はい、そうです。あ、一緒で、はい、炭を挟むやつ、うん、食材のこう、いやーすごい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 。今日本当にね、小屋付きサイトにして正解でしたね。雨降ってるんで、あ、これか、あの上か、あ、あれだ、あ、タープ張ってやる。で、兄と弟があるんですけど、兄の方はシャワーがついてるんですが、弟の方はシャワーがついてないけどトイレがある。で、弟の方はタープがついてるんですよ、タープが。で、兄の方はタープがついてない。つまり外でまだ焚き火もバーベキューもできる。着きました。はい、こちらが今回の我々の小屋ですね。本来は横に奥にスペースがあるんで、あっちにテントも建てられるんですけど、こっちか、
で、こっちが違う、もう一個の小屋付きサイトですね。中見ますか。いや、タープあってほんとよかった。ここから靴脱いで、鍵開けといたんで、十分、あー、なるほど。あ、なるほどね。あ、こんな感じですよ。ただエアコンついてる。エアコンついててライトあって、コンセントあるのかな？あ、ありますね。2個ありますね。でかい。で、トイレが空気清浄機もある。トイレ、あ、2つあるわ、コンセント。でかっ。トイレも綺麗、広い。トイレ綺麗ですね。いや、よかった、雨でも。ここで、バーベキューできますよ。景色が、景色見ますか。よいしょ。靴が。雨ちょっと強すぎるな。これ景色すごいですね。本来はこんな感じです。見えますかね、奥の方。これが夜どうなるかですね。雲で全く見えなくなるか、雲で全く見えなくなるかもしれない。ではちょっと荷物入れちゃいます。気持ちかった。俺日帰り温泉って初めてかな。もうね、シャワーとか浴びるときに、わしゃ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 、うわうわうわって言いながらもうシャワー浴びたもん。